こんにちは。こんばんは。今回は、うつ主がハードオフで買ってきたゲームの動作確認をするぜ。前回紹介したものの動作確認ね。ああ、今回は前回紹介したこれらの PS ソフトのうち、軍兵の動作確認をするぜ。そういえばパズルゲームもあんまりやらないジャンルよね。そうだな。動画内ではあんまりやらないな。動画内ではってことはそれ以外ではやるの？ああ、頻度はそんなに高くないけどな。ちなみに腕前の方は、ふっと弱いです。ダメじゃない？てかそもそもうつ主頭使う系のゲーム全般苦手でしょ。なこと言ったら格ゲーだって下手だし、シューティングだって下手だし、アクションゲームだって下手なんだから、うつ主がやるゲームなくなっちゃうだろうが。あれか、お前はゲームは上手い人以外やっちゃダメだっていうのか。なんて排他的なクソまんじゅう野郎なんだ。お母さんはお前をそんな子に育てた覚えはありません。誰がクソまんじゅうよ。てか野郎じゃないし、そもそもあんたお母さんじゃないでしょうが。そうだな。もし私の子だったらこんなにうるさいはずがないな。おいこら。さてさて、今日も元気に赤まんじゅうさんを人怒らせさせたところで、そろそろ動作確認始めます。いやだから人怒らせってなんなのよ。うん、問題なく起動したな。初プレイなのでもちろんデータはありません。でしょうね。軍兵タイトル画面ね。待ってると何かあるかな。お、なんかあるみたいね。レディーゴー。うん、ムービー期待してたんだけど、でもプレイが流れるだけみたいだな。てか対戦形式なのね。いくつかモードがあって、 CPU 対戦や 2P 対戦もできるって感じみたいだな。もちろん対戦形式じゃないモードもあるぜ。ってことでタイトル画面に戻ります。とりあえずオプション覗いてみます。モードごとに難易度設定できるみたいね。そうだな。まあ今回はそのまま普通でいいかな。難易度下げなくて大丈夫なの？ダメだろ。いやじゃあ下げなさいよ。下げたところでうつ主の脳みそじゃ大さないだろ。うん、まあそうかもしれないけれども。軍兵操作説明も念のため見ておきます。こんにちは、シェリーです。音声付きで説明してくれるのね。そうみたいだな。丸ボタンを押すとカーソル内のパネルが入れ替わるの。画面のパネルを動かしてラインが1本の線になるようにつなげるの。これでパネルは消えるわ。三角ボタンを押すとパネルフィールドを1段せり上げて次のパネルを出すことができるわ。次のパネルが現れるわ。後付けについてよ。消したラインラインをつなげても消えるの。後付けができるのは爆発が終わるまでよ。これで説明は終わり。頑張ってプレイしてね。ずいぶん短い操作説明だったわね。まあ操作自体はシンプルだしな。うまく消していくのはかなり頭使うけど。ではぼちぼち実際にプレイしていきたいと思います。今回はステージモードとやらで始めたいと思います。どんなモードなの？全100面あるステージを順番にクリアしていくモードです。徐々に難易度が高くなるので、おそらくうつ主に全クリはできないと思うけど、できるところまで頑張ってみます。せめて半分くらいは行ってほしいわね。さて始まったな。ちなみにパネルって書いてあるところの数分パネルを消せばステージクリアになります。15ってことは3ライン消せばクリアってことかしら。1ラインずつ消すとそうなるな。分岐させたり後付けしたりするとまた変わってくるけど。今のが分岐させたってことね。ああ、9パネル一気に消えたな。これでクリアね。そうだな。
ステージ終わるごとに続けるかセーブして終了するか選べるのね。ああ、その辺親切設計だよな。ってことでステージ2です。今度は18枚パネル消せばいいのね。ああ、この辺はさすがにウプ主でもまだ問題ないな。今のが後付けね。そうだな。ってことでステージ2も問題なくクリアできました。ではここからはカットしながら見ていきます。その後もこんな感じで。しばらくは順調に進んでいったんだけど、ステージ15くらいになるとこんな感じで最初から結構パネルがいっぱいの状態から始まるので徐々にウプ主さん転発ってまいりました。いやまだ序盤でしょうに。でその後ステージ18で失敗しました。うん、全然進めてないわね。けどステージ18は一度のコンティニューでなんとかクリアできました。せっかくなのでここはノーカットで見てみましょう。ってことはもしかしてここまでしかクリアできなかったってこと？とりあえず序盤は無難に消していきます。もしか、あ、言わなくてもお分かりいただけていると思いますが超絶ヘボプレイなのでパズルゲーム得意な人にはここからイライラタイムです。何よイライラタイムって。たっぷりカルシウムを摂取してイライラに備えてからご覧ください。いやそこまでするくらいなら見ないわよ。うん、まあでも普通に消せてるかな。そうね、言うほど見ててもイライラしないわね。誰がイライラタイムとかほざいたやつは。いやあんたでしょうが。うん、まあでも結構忙しそうね。ああ、正直もうウプ主にはだいぶきついぜ。はい、ってことでステージ18はこんな感じでなんとかクリアできました。最後結構いっぱいいっぱいな感じだったわね。で次はステージ19なわけですが、ここが何度やれども何度やれどもまあクリアできませんでした。いやまだ5分の1も進んでないじゃない。プレイしてるのがウプ主なんだから仕方ないよね。で30分くらい頑張りましたが結局無理そうなのでここでリタイアしました。いや諦めるの早いから。諦めが人を殺すんやで。ダメじゃない。で最後はこんな感じで成績が表示されました。プレイランクがいくつまであるかわかんないけど F' って相当下のランクよね。だろうな。さてステージモードはこれくらいにしてパズルモードを少し見てみます。他のモードもやってみたのね。ああ、本当に少しだけだけどな。レディーゴー。このパズルモードは1回のラインつなげで全消しをするってモードだぜ。1回しか消せないのね。ああ、こっちはさらに頭使いそうだけど下からパネルがせり出してこない分少し落ち着いてできるかもな。うん、最初はまあ簡単だな。ちなみにこのモードも全100面みたいです。ちゃんとできれば結構しっかり楽しめそうね。そうだな。うん、まあここも特に問題ないな。ってことでステージ3ですが、ちょっと苦戦しました。いや苦戦するの早すぎでしょ。ウプ主の頭の硬さを舐めるんじゃありません。いや何威張ってるのよ。てか硬さじゃなくて硬さでしょうに。まあでもここはなんとかクリアできました。ステージ3でこれじゃあ次はもう無理なんじゃない。ははは何言ってるんだ霊夢ちん。いくらウプ主でもさすがにそんなことはありました。うん、だと思ったわ。この後何遍やってもステージ4がクリアできなかったのでウプ主ちょっとへこみました。自分の頭の硬さ加減に嫌気がさしたのね。ああ、やる前からあんまり進めないだろうとは思ってたけどさすがに進めなすぎたからな。またランクが F' になってるわね。うん、どうやら F' が最低ランクみたいだな。
さてじゃあ最後に対戦モードを軽く眺めて終わろうかな。エンドレスモードは、ウプ主がやるとすぐエンドになるのでやりません。ですよねー。おお、なんか格ゲーみたいね。そうだな。格ゲーのキャラ選択画面みたいだな。まあ例によって主人公っぽいやつでやります。一人用のモードで出てきてたキャラね。相手はなんか豚さんっぽいキャラになったな。説明書によるとキャラごとにスペシャル攻撃っていうのがあって、このヴィンセントってやつは相手のフィールドを競り上げることができるみたいです。スペシャル攻撃なんていうのもあるのね。ああ、友達と対戦するのも楽しそうだな。ってことで対戦開始です。ルールはどちらかのパネルが一番上についたら一本になるみたいです。相手がやられるまで耐えれば勝ちってことね。そうだな。まあ余裕で一本先に取られましたけど、うん、まあどうせ勝てないだろうとは思ってたけどね。てか2本取ったら勝ちっていうのも格ゲーみたいで面白いわね。そうだな。まあもう少しまともにプレイできないとあんまり楽しめないだろうけどな。でもウプ主さん2本目は踏ん張ってなんとか勝てました。おお、一本取れたのね。ああ、ようやく少し達成感を味わえたぜ。で鼻息を荒くして挑んだ3本目ですが、見事に撃沈しました。まあ1本取れただけでもよしって感じよね。ちなみに画面上のハテナのパネルは6個以上パネルを消すと相手に送られるハテナパネルというもので、ハテナパネルがあるとラインが下に隠れてしまうぜ。ハテナパネルはラインを消した時に出る爆発で消すことができるぜ。お邪魔ぷよ的なやつね。まあそんなところかな。さてさてとりあえず対戦モードもざっと眺めたことだし今回はこの辺にしておこうかな。そうね。ではでは最後までご視聴ありがとうございました。バイ。Thank you.